山は時として人を悲しませることもあれば、人を救い安らぎへと導くこともあります。遥かなる安らぎの山、 A さん。北海道渡島半島の東南の端にある A さん。恵みの山と書くこの山は、古来アイヌの人たちがイエサン、出るところと呼んだことに由来します。出るところとは、この山が火を吹き溶岩が流れ出るところからその名が付けられたと言われています。標高618メートルの恵山は、今も噴気孔から蒸気を吹き出す活火山です。北西側の斜面は火口の縁が荒々しくむき出しになっており、今も土石流を引き起こす場所でもあります。一帯は溶岩が冷やされてできる奇跡石英安山岩といわれる白色の火山礫などで埋め尽くされています。荒涼とした風景は、まるで生きるものを近づけまいとする現世と来世との境であるかのようです。いつしか人々はこの場を賽の河原と名付けました。賽の河原とは三途の河原のことで、親より先に不幸をした子供がここでその許しを願って、いつ終わるとも知れない石積みの苦行をするのだといいます。その子の冥福を願い、親たちはこの場に石仏を置き祈ってきました。このような浄土信仰は古くから日本の各地に見られますが、アイヌの人々が住んだ北海道にあっては、いつ頃からこうした信仰がもたらされたのでしょうか。この恵山には江戸時代に関わりを持った人たちがいます。高田屋嘉平。函館の町を築いたとも言われる豪商です。彼の持ち船である定宝丸が、択捉からの航海の途中、船が恵山岬に差し掛かった折、遭難して船は難破しました。後に嘉平は航海の安全を祈願して、この地に十一面観音像を建立しました。文化6年1809年のことでした。恵山の賽の河原はその頃にはすでに広まっていたのかもしれません。谷文晁、江戸時代後期を代表する画家の一人です。今から200年ほど前の文化元年1804年に名山図譜をこの世に送り出します。彼は子供の頃から山をこよなく愛した人でもあります。幼い時から自分は山や川を好んで方々を見て回り、名山大川を写生しては蓄えてきました。
こう序文で記したのは、文鳥が北海道から九州までの87座をスケッチしたこの名山図譜です。名山図譜の中に恵さんは K さんの名で54番目に蝦夷州の山として描かれています。この名山図譜の初版本は墨一色で刷られ、出版されたその数もごくわずかなものでした。そしてその初版刷りの名山図譜に手で彩色を施した一冊が当時長崎に逗留していたシーボルトの手に渡り、オランダへと持ち帰られます。果たして文鳥とシーボルトとは顔を合わせていたのでしょうか。それから8年後の文化9年1812年に名山図譜はその名を日本名山図会と改め、江戸や京、大阪などで刊行されました。そして150年の後に深田久弥が日本百名山を記しますが、この名山図会はそのきっかけを作った書物となったのです。恵さんは百名山にこそ名を連ねることはありませんでしたが、その荒々しい姿は今も変わることなく人々に親しまれている山なのです。